コーペンちゃんはイラストレータールルテアが創作したペンギンのキャラクターである。スパイラル級ト者が商品化の窓口となり、商品化、書籍化、コラボカフェ、企業とのコラボレーション等を実現し、2019年2月時点で50億円規模の商材となっている。1500種を超えるグッズが発売され、日本国外での展開も進められている。イラストには、 日常の些細な行動を全力で褒めてくれるセリフも多いため、皇帝ペンギンの意があると評される。作者のルルテアは、イラストを、コーペンちゃんが自分にくれる言葉と、コーペンちゃんの世界の話の2種類に分類しており、前者をより優先したいとのコメントを残している。当初は20から30代女性からの人気が強かったが、男性や女子小学生等からの人気も強くなっている。 2017年4月4日にルルテアがツイッターに投稿した出勤して偉いとのセリフと共に描かれたペンギンのイラストが始まりだとされる。これによりツイッターのフォロワーが増加し、イラスト中のペンギンがコーペンちゃんとしてキャラクター化され、LINE のクリエイターズスタンプ等で販売が始まった。2017年5月には LINE クリエイターズスタンプの月間 MVP を獲得するなど、 人気を集めた。コーペンチャンラッピングが施された西武3万系電車2017年10月からグッズ展開が開始され、同年11月には期間限定でコラボカフェがオープンした。2020年1から3月にも期間限定コラボカフェがオープンした。2019年3月からは西武鉄道においてラッピング電車、 コーペンチャン花丸トレインの運行をはじめとするコラボレーションも実施されている。コーペンチャンラッピングが施された阪急線形電車2021年7月28日からは阪急阪神ホールディングスグループの阪急電鉄、阪急阪神ホテルズ駅リテール、サービス阪急阪神の3社でコラボレーション企画を実施。オリジナルデザインの1日乗車券2期にわたる スタンプラリーの開催、神戸線、宝塚線、京都線の各線に一編成ずつコーペンちゃん号を運行。大阪新阪急ホテルホテル阪急レスパや大阪、阪急梅田本店内、ビミ春祭及び一部駅構内では、オリジナルスイーツ等を販売する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大による大阪府下への緊急事態宣言発令の影響で、 一部企画は8月2日から休止となった。8月6日から開催予定だったホテル及び駅中の企画もビミ春祭等の一部店舗を除いて延期となった。当初はコーペンちゃん単独でイラスト化されていたが、その後仲間となるキャラクターが生み出された。すべてのキャラクターにおいて性別は固定されておらず、一人称も性別を裏付けるものではない。また、 初期のショートアニメでは、コーペンちゃんとジャイナが3人のみ、斎藤彩香によるボイスがついていたが、ニンテンドースイッチ用ゲーム、一緒に遊ぼコーペンちゃんにて、メインキャラ全員に、ボイスがつくようになった。漫画絵本画集ムック児童書学習参考書その他、内首極門動公開の楽曲、布団の中から出たくないの、ミュージックビデオに、コーペンちゃんが出演した。ルルテアが、 打ち首獄門のお航海のファンであったことから、コーペンちゃんとのコラボレーションが実現した。その後、同様に、夏の歌にも出演した。ありがとうございます。